ワクツアキラは競技マージャンのプロジャン氏。日本プロマージャン連盟所属。M リーグでは2020シーズンまでセガサミーフェニックスに所属していた愛称は超攻撃型マージャンアマゾネス。東京都出身。日本プロマージャン連盟の23期生として2007年にプロ入り。2011年に初タイトルとなるプロクイーンを獲得。2012年に行われた第7期。 女流王家決定戦では、120パート以上あった、首位大谷とのポイント差を一時ひっくり返すも、再びまくり返され準優勝。翌年の第8期女流王家決定戦では、最終戦オーラスを迎えた時点で、トータルトップに立ちながら、東沙織さおりにめくられ2年連続の準優勝。続く、第9期女流王家決定戦にも出場するも3位となり、 女流王家獲得には至らなかった。2014年の第23期マージャンマスターズでは、最終戦オーラスで、一旦トップに立つも、西島和彦に万願つも条件を満たされ逆転を許し、G1 タイトル獲得はならなかった。同年に行われた第12期、プロクイーン決定戦では、最終半送でトータルトップだった、茅森早子をまくり、 二度目のプロクイーンを獲得した。2015年の第32期法王戦後期 B1 リーグにおいて、首位で A2 リーグに昇級すると、第33期法王戦 A2 リーグは、初挑戦ながら、持ち前の爆発力で昇級争いを繰り広げ、最終節の上位4名による戦いでは、過去二度法王位に輝いている、荒正義との昇級争いを制し A1 リーグへの、 昇級を決め、浦田和子以来二人目の女性 A1 リーガーとなった。第34期法王戦から3年間 A1 リーグに出場し続けたが、2020年の第37期法王戦からは、再び A2 リーグに出場となっている。2019年に放送された第17回、女流モンド杯では、予選、準決勝をトータル4位で通過し決勝進出。1回戦目では、 宝珠が相次ぎマイナス52ポイントで4位となった。2回戦目では1回戦目と異なり上がりが多く見られ、東場終了時点で5万点を超える大きなトップとなり南入り。南場でも上がりを重ね、1回戦目トップの区内をまくり、オーラスの親番へ。最後は全員の点で悲願の初優勝となった。なお、1回戦目トップの区内がラスに、 2着の泉が3着に、3位の石井が2着になったため総合優勝の枠2がプラス28ポイント、2位の区内がプラス5ポイント、3位の泉がマイナス9ポイント、4位の石井がマイナス14ポイントと、女流モンドハイク氏の大接戦となった。2019年に M リーグ2019ドラフト会議にて、セガサミーフェニックスに指名される。 2021年に M リーグ2020をもって、セガサミーフェニックスと契約満了になり、退団する形になった。個人賞は規定打数以上の選手が対象。ありがとうございます。